今月にも出産するとみられている円山動物園のアジアゾウパール。陣痛のため足を交差したり腰を落とす行動が見られたため、円山動物園では屋内の象舎を閉鎖していました。しかし体調も安定していて、出産までもう少し時間がかかりそうなことから、運動不足解消のためにも施設を開放し、お盆を前に再び一般公開されています。元気に過ごしてください。元気で大きい子、病気にも負けない。女の子で、元気いっぱいで暮らすといいな。先日行ったエコー検査では、赤ちゃん象の鼻がはっきりと映っていて、パールのお腹の中では順調に育っていることが確認されています。